やあ、せつのきゅうすきだよ。箱庭の歌。パートナンボ43。いきます。ロード。これ。中途半端なとこで終わったような気がする。絶海のあらすじ。小鳥ちゃんと二人でランデブーしながら店を、何やけ、焼きそば屋をやっておりました。前回どの辺で終わったか。中途半端なとこで終わったんやけど。ねえ、りょうすけ。ひよこたち三人を眺めながら、小鳥はつぶやく。今は自分で言って思った。可能性はいろいろあるって。だから私、この島の人を守るために、敵を倒すのを優先する。あ、そうかそうか。あれじゃあ、クリスさんが敵を、まあいやよ、前回のパート見てほしいな。うん、僕もできることがあったら協力する。ありがとう。そうそうそう、あることがあって、敵を倒すことを決意するんじゃ。自分の意志で、イーナさんに言われずに自分の意志で。日の入りの時刻が迫ってきた。惜しいわね。あとちょっとで完売なんだけど。だな。みんなもテントに戻ってきて、全員で呼び込みや販売を行っていたのだけど、最後の最後、10人前ほどが余ってしまう。いやあ、10人前ぐらいだったらさ、食いしん坊のいずいず姉さんがさ、晩飯全部食ってしまいそうだけんな、10人前ほどぐらい問題ないと思う。たこ焼き何人前食ったんよ、お前この前。ま、ここまで売れば上等なんじゃない？初めての出店なんだし。それはそうなんだけどね。せっかくなら、全部売り切りたいよな。まあ、そうは言ってもしょうがないだろう。もうすぐ一般入場も終わりだから、片付けの準備しよう。仕方ないのー。と、諦めかけていた。その時だった。あ、どうした、小鳥ちゃん。え、そうか。あって言うたらやっぱりツイッター的に、い、う、え、おみたいな感じで言わなあかんのか。わかった。い、う、えを。小鳥ちゃん滑ったじゃないか。小鳥ちゃん滑ったじゃないか。どうするんだ、この空気。小鳥が声を上げる。小鳥が、みんなが小鳥の視線を追って、顔を動かした。あ、イーナさん。そうじゃ、イーナさんも大食いだった。大食い二人衆。二人衆って人数が少ないけど、だいたい三人衆とかだけどさ、二人衆。大食い二人衆のもう一人、イーナさんが来た。これじゃ、十人前なんか、簡単に、吸い込まれてしまうよ、口の中に。正面の方からこっちに向かって歩いてくるイーナさんの姿が視界に入る。あ、イーナさん。おう、ここだったか。昨日のことがあるので少し気まずい。とは言っても、それは僕が勝手に感じていることなのだが。まだ余ってるのか？はいはい、ありますよ、ありますよ。わあ、イズキこの笑顔。あ、この人、私と戦ったぐらいの大食いの人だっていう顔してるね。10人前全部売ろうとしてるな。これ10人前。多分、イーナさんも買うんじゃないかなってちょっと思ってくる、俺。お一つですか？それとも10個でした？やっぱり、イズキは、イズキでした。10個売ろうとしてるね。なんだ、その二択は。いや、だって、球技大会の時、たくさん食べてたから。お前には言われたくないぞ。そうだぞ。財布を取り出す。イーナさんは、はぁ、とため息を吐き出す。まあいい。じゃあ、10個くれ。ノリいいね、イーナさん。そういう大人大好きです。え、マジで？勘違いするなよ。全部自分で食べるわけじゃない。嘘つき。今日の晩飯に全部平らげるつもりでしょ。イーナさんはいいよな。その食べたものの栄養全部おっぱいに行くんやけんな。仕事仲間に持っていくんだ。はあ、10人前ぐらい必要なんてな、全員に配ったら。そんな言い訳しなくてもいいですって。本当は全部自分で食べるんでしょ。私を大食いキャラにするな。いや、実際大食いキャラやし。はは、急
球技大会であんなに食べておいてそれは無理でしょう。本当だよ、伊豆木、お前に同感。お前が言うな。大食い二人衆、大食い二人衆でちょっと漫才みたいなことしよんねん。10個の注文ということで、伊豆木と小鳥が並んで調理することになった。二人が焼きそばを作る様子を飯名さんは何とも言えない顔で見つめている。小鳥が料理するなんてな。鹿島に来る前はどうだったんですか？あまり食べるものにこだわる人間じゃなかったし、栄養補給さえできていれば何でもいいっていう感じのスタンスで自分で作ることなんて全くなかった。マジか、栄養補給さえできればって言葉がすごいな。多分冷蔵庫の中にウィダーインゼリーとかそのあたりがたくさん並んどっても違和感を感じるんだろうな、小鳥ちゃんの感覚だったら。へえ。今の食いしん坊小鳥とはだいぶ様子が違う。小鳥ちゃんも食いしん坊キャラ扱いされとんじゃ、食いしん坊三人衆になる日が近いかもしれん。10人前を一気に作り上げパックに詰める。はい、2000円でいいな。毎度あり。お金を受け取って簡易金庫にそれをしまい、伊豆木はその場にしゃがみ込んだ。伊豆木、どうかした？小鳥が心配そうに伊豆木の肩に手を置く。すると伊豆木は大声を上げ急に飛び跳ねた。乾杯。伊豆木どうした？ I'll be back の感覚みたいに乾杯で叫んで、そんなに嬉しかったか。そうだな、おいらも嬉しいよ。ああ、そっか。確かにこれで全部売り切れじゃの。なんだ、そうだったのか。具材は多少残っているが、麺は全て調理し終えた。初めてなのになかなかの成果を得ることができたとは思う。最高の形。ほら、あんたたちももっと喜びなさいよ。伊豆木や小鳥やコナミの方に手を回して、テンション高くぐるぐると回り始める。やばい、サッカーでJリーグでゴールを決めた後の選手みたいな感じになったんや。伊豆木だけわわ目が回る。いつね、楽しそうじゃの。お、結構すげえ。これ一生遊んで暮らせるだろ。お前の中の一生どんだけ安いんだ。なわけあるか。みんな歓喜していた。それぞれの歓喜の仕方があったんだな。僕のその場に加わろうと一歩踏み出す。するとそんな僕をイーナさんが呼び止めた。イーナさん、ちょっとリア充するときなんです。今がリア充するときなんです。何止めたんすか。ロウスケ、ちょっといいか。え、どうかしましたか。ああ、ちょっとな。真剣な顔だ。ちゃんと振り返って話を聞くことにする。お前たち、この後、本拠地とかいう場所に行く予定はあるか？え？どうしてですか？あー、でもさ、あれやな、この、乾杯記念を祝して、後で、また乾杯って、乾杯の後に乾杯っていう、ダジャレ的な感じの流れになりそうなんか。そう考えたら行くな、これ。今日はパーティーだ、みたいな感じのことを夏雪は言い出しそうやもん。いいから、どうなんだ？いえ、多分ないんかい。え、完売したけみんなで打ち上げしようとかそういうのがないんじゃ。ああ、そうなんじゃ。打ち上げとか、ほら、イーナさんやってイオンで打ち上げ。イーナさんですらイオンやけん、打ち上げ。やらんの？みんな、犬好きとかやりたがりそうやのにな。あんだけテンション高かったら。片付けの後、運動場で全体打ち上げがあるからそっちに参加するので。あ、そういうことか。打ち上げはあるんじゃん。そうか、ならいい。でもなんで。ああ、まあお前には隠してもしょうがないから説明しておくか。多分あの辺に一体大きいサイズの敵がいる。マジかよ。近いところに、俺らの住処の近いところに縄張りの近いところに縄張り仕掛けようとしよんで、縄張り争いが卑劣になってくるぞお前。今 RCH は作戦を立っているところだ。それは予想外の言葉だった。思わず呼吸が止まる。ほんとじゃ、完売記念でわーいって先に歓喜しよるときに言われたくないような言葉だった。私がここに来た理由はそれだ。
今夜はあそこに近寄るな。で、それをお前たちに言いに来た。敵が北極地の近くに。今まで何度かラジオが勝手に音を拾ったことを思い出す。やっぱり本拠地の近くに敵はいたのだ。ラジオな。敵を感知する機械だったらしいけど、本当に敵はおったんやなって感じなんやな。はあ。もしかしたら被害に遭っていたかもしれない。でかいやつって酔ったもんな。そう思うと、背中が冷たくなった。もう意味が分かると怖い話っていう感覚やもんな。打ち上げがいつまで続くか分からないが、途中で小鳥を開始する、しに来ることになるかもしれない。それだけは念頭に置いておいてくれ。わかりました。じゃあ悪いがあまり時間もないから、これで。話を終えると、イーナさんはこっちに背を向けて、正門の方へと戻っていく。あれ？イーナさんだったっけ？もう行っちゃったの？ん？うん、ちょっと忙しいみたい。何か、涼介に話があったのか？いや、別に大した話はないよ。ふむ、話しても、ダメやろうけんな。うまい感じに本拠地に近づけんようにするだけ、それだけ。さあ、それより暗くなる前に片付けよう。そうじゃな。ちょっと、これはこの後の打ち上げ、ちょっと心境複雑だろうな、こんな。日が暮れて夜になる。わあ、これもしかしてフォークダンスする的な感じのやつ？小鳥ちゃんと一緒に踊れるやつ？片付けを終えたいろんなグループの人たちが続々と運動場に集まっていた。運動場の真ん中でキャンプファイヤーが燃え盛り、ほんとキャンプファイヤー。みんな遠巻きにそれを眺めながらはしゃいでいる。レジャーシートを敷いて、出店で買った食べ物や余った食べ物、ざわざわ打ち上げ用に用意した飲み物などを持ち寄って、まるでお花見のようだった。俺もちょっと思ったよ。お花見っぽいや、打ち上げするんやなって。大体の人が島民なので、打ち上げになるとグループの垣根を越えての交流になる。おお。大人たちは酒を飲み、そんな大人たちから酒を飲もらおうと、中高生が教師の目を気にしながら歩き回る。やっぱ中高生でも飲みたがるやつがおるんやな。小学生の時はあまり させてもらえなかったから楽しみにしてたんです。打ち上げ。ああ、マリちゃん注意ちゃったもんな。小学生に上がってこういうところがちょっと、規制が緩まったっていうか、家の規制が緩まったんだよな。僕たちも森崎グループと一緒。だからさ、森崎グループって言えたらさ、会社みたいになるやん。レジャーシートを作っていた。おい、マリザキ、最近クラミとどうなんだよ。どうって何がですか？俺から少しはお近づきになりたかって聞いてんだよ。これからです。はあ、また、これから先だよ。正直聞き飽きたぜ。うるさいですね。ちゃんと数々の作戦を用意してるんですから、ほっといてください。マリンちゃんのことだから、その作戦点は結構画面に映したらモザイクかかるようなもんじゃないのか。マリンちゃん、そんなことしたらダメだよ。俺の編集する手間が増える。数々の作戦聞こえてるやん。私は今後無事でいられるのかの。ダララ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 ラ、無事でいられる確率 3% です。試しに付き合ってみたらいいじゃないのよ。いづき、もうそんな涼しい顔で試しに付き合ってみたらってすごいこと言うね、君。なんて恐ろしいこと。恐ろしいってひどくない？コラミちゃん。キツツであろう。助けてピヨちゃん。ひよこに助けを求めないでください。ひよこちゃん、マリちゃん天敵やけんな、ひよこちゃんにとって。至る所でみんな楽しそうな声がこだましている。ちょっと身の危険を感じた人がおるのにな、これ。そんな雰囲気の中、僕ももちろんはしゃぎたい気持ちでいっぱいだったのだが、一つの気がかりのせいでどうしてもそうできずにいた。やっぱイーナさんの登場がちょっとタイミング悪いな。敵が本拠地の近くに。きっとこの後 RCH と小鳥がどうにかしてくれるとは思うが、それにしたってあんな身近な場所でという恐怖心がまだ拭えなかった。
今日までみんなが無事でいられたのは奇跡的なことかもしれない。そうやな、この中の一人誰かが取り憑かれとったら本当偉い展開だった。何か涼介も使いたいみたいだけど、小鳥もだいぶぐったりしているわね。寝てる。わー、かわいいな。今日の中で今日が一番疲れた。寝てもなかった。ふふ、なんか面白い。まあ楽しいことしてると無理してるのにも気づかないで全力で楽しんじゃったりするからね。終わった後どっと疲れるっていうのはよくわかるわ。楽しいと疲れるの？全部が全部そうってわけじゃないと思うけど、何してても全く使い知らずのバカもいるしね。呼ばれてますよ。俺のことか。自覚あったんか。そうか、自覚あったのか。ナチュラルじゃなかったのか。あんた以外に誰がいんのよ。今日は楽しかった？小鳥。うん、楽しかった。すっごく。ふふん、ですってよ、涼介さん。えずき、嬉しいよ僕。小鳥ちゃんにそんな笑顔にで、ね、楽しかったすっごく言われたら嬉しいよ僕。え、なんで僕に言ってくるんだよ。そりゃだって今日小鳥をずっと一緒にいたのが涼介だからでしょ。からかうなよ。不意に二人だけ歩き回った今日一日を思い出し、顔が熱くなってきた。いろいろあったような、なかったような。迷路の時だけは、迷路の時のことは忘れないけどな。屈辱的すぎて、ペットボトルとかわー、関節傷のことまだめちゃくちゃ引きずってる。それしか出てこんか。ペットボトルとかって知らん人が見たら何のこっちゃねんってなるもん。関節キスしたんだよな、涼介。ふう。私一人顔を赤くしていると、小鳥は誰にともなく喋りかけた。最多祭にみんなと参加できてよかった。みんなと魂に投げてよかった。この学校に来てからみんなと話すようになってから楽しいことがいっぱい起こる。いっぱい楽しい気持ちになれる。だから本当にありがとう。はあ、変わったな小鳥ちゃん。おめでとう関節キス。ありがとう関節キス。小鳥ちゃん変わったな。パート1の時から比べたら、だいたいだいぶこういう笑顔見せるようになったな。表情豊かになって、突然そんなことを言うものだから、みんな愕然としてしまって何も喋れない。わあ、箱庭のオーダー実況し始めてからもう1年経つんぞ。1年経ったんぞ。それでさ、パート1からの小鳥ちゃんを見てきてさ、こんなに笑顔が豊かになったって、なんか母性本能がくすぐられて、ちょっと子供の成長を見てきた気が感じがするもんな。すごいな。誰も喋らないものだから、小鳥も自分の発言が間違っていたのではないかと不安げな顔つきになって、いや間違ってるところじゃないよ。みんなその言葉を待っていたっていう気分ですよ。すると、急に何を言い出すのよ、あんたは。まあ、佐藤さんらしいといえば佐藤さんらしいけどな。俺も小鳥が転校してくればよかったって、すげえ、転校してきてくれてよかったって思ってるぜ。なずき、いつまで小鳥って呼んだんだ、お前。俺の許可だし、小鳥って呼ぶんじゃない。そうやな。相手がいろいろあったしの。みんなが笑顔を小鳥に向ける。あー、パート十何歩かあたりでさ、伊豆木がさ小鳥ちゃんに対してグループに入ることをさ拒絶しようような感じがあったんよな。そういう回があったんよな。それを思うと、もうグループ全体が成長した感じがするな、こんな。ほう、はあ、思ったことを食べないな、僕すぐ口にしますね、小鳥は。ひょこちゃんまで小鳥のことを、小鳥ちゃんのことを小鳥って呼び捨てするようになったんじゃ、いつもいいか。ふ？でも微笑ましくていいじゃない。ほらほら、炭酸飲みよ、小鳥さん。炭酸？無理。小鳥炭酸飲めないの？だってしゃっくりが出る。そういえばナムさんっていうのは何だったのじゃ？何の話だそれは。
あれは涼介が。わあ、めんどくさいことになった。笑顔のみんなに囲まれ、小鳥もまた笑っている。そんな光景はまるで光の中のようだった。ああ。こんな日がずっと続けばいいと思っていた。みたいな展開にならないでね。このまま日常的なパートにどんどん進め。9時を回ると、生徒たちは家に帰らなければならないことになっている。じゃあ、まあ明日は通常演技を本拠地集合ってことで。明日行けるんかな、本拠地行って。そうね、反省会もしなきゃだね、うちね。そんなに反省することなくね。ああ、そんなに反省することないよ、夏行き以外は。夏行きさ、マリンちゃんの、ちゃうな、ひよこちゃんの、ひよこちゃんのさ、焼きそばに、わさび入れたね。そこは反省した方がいいとは思うよ、俺。うん。形だけでもそういうのをしておいた方が格好つくじゃないのよ。よくわからんの。コラミちゃんがこのすっごい笑顔で突っ込んでくるあたり、好きだよ、コラミちゃん。結局、イナさんが琴葉を迎えに来ることはなかった。現状がどうなっているのかわからないが、敵のことを任せるしかない。みんなを本拠地に近づけさせないようにしなくちゃ。RCH が動いているからといって、今日中に肩がつく保証はない。明日は本拠地に集合というのは少し危険かもしれなかった。どうする？あ、明日集合場所なんだけどさ、学校にしない？なんで？暑いじゃん。いやー、でもほら、反省会するなら同じ場所の方がいいかなって思って。奇弁だな。ふむ、一理あるかもしれない。あ、小鳥ちゃん。僕のことを真っ先に分かってくれる小鳥ちゃんが大好きです、僕は。いや、どういう理屈よ。伊豆け、伊豆け、僕の移動を組んで、空気読んで、伊豆け。というか、学校に集まると、残った後片付けでの手伝いを やらされるかもしれないぞ。あ、歩む、そうやな。ああ、学校で言うまずかった。それはいいかもしれないわね。地域住民と教師に恩を売るチャンスしないのよ。伊豆きで、お前、さらっとすごいこと言ってるね。恩を売るチャンスじゃないのよ。名誉的な、もう、賞をもらおうとしてるな、お前。マジで指定校推薦もらえんの？いや、お前は頭バカだから無理。誰もそこまで言ってない。何かを怒ってもらえるかもしれないし、そうしましょうよ。いやー、いづき、なんか物をもらえるんだったらそうしようかなっていう心変わり早いな、お前。しょうがねえな。ふう、なんとか学校集合に変更できた。よかったよかった。みんな向かう方法が、もう方向がバラバラなので、このままここで解散になった。それじゃあね。うん、また明日。よかった。こんな感じでいい感じで文化祭迎えた後にこの暗い世界、久しぶりですね。アイリー、アイリー、バリバリ、アイリー、アイリー、どんなに揺らしても、どんなに叩いても、アイリーの目は閉じたまま。あ、本当に、本当にこんな日が来てしまうんだ。それはそうか。だって、エイだって、サメだって眠ってしまったんだから。アイだけ特別なんてことはない。そう、私やアオイだって。これなんよな。この、異世界だったっけな。異世界の話なんやな、これ。異世界の話で、そこでなんか病気的なもんがあって、どんどん人が眠っていけるって話言ったな。諦めたのか、葵はアイリーから手を離して起き上がった。珍しいね、葵がそんなに取り乱すなんて。一番長いこと一緒にいたから、ついね。そうだよね。すまない、ちょっと一人になりたいから屋上に行ってくる。うん、わかった。あ、
そらかっきょって言おったんがこれなんじゃ。狭いなぁ。ほとんど完成せんかったんじゃ。ほとんど完成せずに眠ってしまった感じなんやな。葵と別れた後、私はアイリーが頑張って塗っていた校舎の壁を見に来た。まだまだ塗りかけて完成はほど遠い。でももうペンキは残っていなくて、ハゲも固まってしまっていた。ああ足らんかったんじゃ、時間じゃなくてペンキの方が。壁に描かれた青空は愛の一生懸命さと雑さが織り交ざった。彼女らしさがよく現れているものだった。若干雑さってところにディスが入ってるね。じっと眺めていると目の前の青空が滲んできた。あ、自分の涙、自分の瞳から涙がこぼれ落ちていくのがわかる。私が泣いているの？悲しくて？一度溢れ出すと止まらなくなる。愛と一緒に過ごした今日までの日々が頭の中を埋めていく。うん、アイリーがいなくなっちゃったら私たちはどうやって過ごしていけばいいの？アイリーが私たちを笑顔にしてくれたのに、これからはどうやって笑えばいいの？悲しくて辛くてどうしたらいいのかわからない。こんな気持ちになるならいっそ私も眠ってしまえたらいいのに。ねえアイリー、起きたくないって思えばもう目覚めずにいられるかな。そしたら夢の中でアイとまた出会えるかな。次は私か、それとも葵か、どっちにしてもどちらかは誰もいない世界で一息にならなければならない。そんなの地獄だ、絶対に嫌だ。できることなら先に眠ってしまいたい。だけどそうしたら葵を一人にしてしまうことになる。一緒に眠れたらいいのに。同時だったら寂しくもないし悲しくもない。でもきっとそうはならないんだろう。アイリが眠ってから数日が経ったある日、葵は私に話があると言ってきた。どうした？立て直ったかな？どうしたの？うん、聞いてほしいことがあるんだ、テトラ。起きている人間がもし私とテトラだけになったら話そうと思っていたことなんだけど。うん。葵は右手を上げるとパッと開いて私の方へ向けた。どうした？手品も見せてくれるのか、パッ。え？何してるの？私の問いかけに、愛は謎の言葉で答える。あるる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 。葵が、狂った？あー、何これ？え？何これ？え？何なんこれ？次世代のスマホ？iPad？ その瞬間、突き出した右手の前に何かが浮かび上がった。ソードアートオンラインみたいな感じで出てくるなよ、お前。え？何それ？それ何それ？ナルファ。知っているはずだよ、テトラは。知らないわ。絶対知らないわ、テトラちゃん。その言葉に、急に頭が痛みです。知ってるのか、君。いた！襲ってきたのは痛みだけではなかった。何これ？頭痛とともによくわからないたくさんの情報が頭に入り込んでくる。リセットシステム、管理デバイス。自動的に言葉が出た。そうとは言っても表示されるだけで私にはいじられないんだけどね。なんでこんなことが。別に特別なことじゃない。リセットシステムを管理下に置かれている人間だったら誰だってできることなんだよ。やり方さえ知っていればね。そう言いながら、葵は右手を下げる。同じタイミングで管理デバイスは消え去った。やってみるといい。やり方はわかるだろう。といったところで、今回、あと10秒なんでここで終わりとさせていただきます。終わりです。ああ、すごい中途半端なところで終わってしまった。キャスが。というわけで、まあ、今回、この辺で中途半端なとこですいませんが、お会いとさせていただきます。どうなんだろう、これ。この世界が異世界ってことは分かった。パラレルワールドなんだろうな。
だとしたらどうやって混ざっていくんだろうって感じじゃ、多分この暗い世界が終わって次回の次のパートで暗い世界が終わった後に第4章入っていくと思うんですけど、さあそこからどういう話になっていくか、そろそろ佳境なんじゃないかなと思っております。というわけで皆さん、ここまでありがとう、ご視聴ありがとうございました。次もよろしくお願いします。週明け。初期の頃に比べてだいぶ小鳥ちゃんが笑うようになったし、それに伴ってグループ全体がどんどん盛り上がっていきよる感じがね。ただ暗い世界が異世界ってのは分かったけど、その異世界とどういう交わり方をしていくかがちょっと気になってくるな。